はい、どうも皆さん、こんにちは。伊ずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ5月は限られた中でいかにお得に使うかがポイントということでやってきました。今週のキャンペーン日曜日まとめ動画ですね。今回は5月の4日から5月の10日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう それでは早速、ペイペイから行ってみたいと思うんですけども、ペイペイでは主に2つのクーポンというのが出ております。まず一つ目は、ペイペイモールで使えるクーポンということで、先着12万名様限定とはなるんですけども、1500円以上のお買い物で使える500円オフのクーポンというのがもらうことができます。 期間は5月の31日まで使うことができますのでこれは今のうちに取っておくのがいいと思いますで取得方法としましたらこれ公式ページにも出てるんですけども PayPay のアプリから入ってそこから PayPay モールに入ったらこのクーポンゲットできますのでもしですね PayPay モールのアプリから直接入ったらもらうことができないようになっているのでここはご注意くださいそして PayPay ではもう一つですね PayPay フリまで使える500円オフのクーポンということなんですけどもこちらに関しては1000円以上のお買い物で使え 500円オフのクーポンとなりますで、期間は5月の31日までとなっておりまして、こちらも先ほどの PayPay モールと同様に、PayPay のアプリから入って、そこから PayPay フリマに入ったら、この500円オフのクーポンがゲットできる仕様となっておりますので、ここ間違えないようにお願いします。以上が PayPay についてでした。次は D バレですね。D バレでは主に3つのキャンペーンというのが開催中でございます。 まず一つ目は D 払い生活応援キャンペーンということで、キャッシュレー消費者還元事業の5%のお店であれば、D 払いがさらに5%上乗せして、合計で10%分の D ポイントの還元を受けることができるキャンペーンとなっております。期間は6月の30日までとなっておりまして、もしですね、近くに対象のお店があれば、もう D 払いで決済すれば、まあ10%分還元を受けることができるので、ぜひですね、マップなどでチェックしてみるのもいいと思います。 次は D 払いのコンビニのキャンペーンですね。初めて D 払いで決済される方は10%還元。で、これまで D 払いを利用されてた方に関しては5%還元のキャンペーンとなっております。まあ、主なコンビニですね、セブンイレブンファミリーマートローソンなどが対象となっておりまして、5月の11日までのキャンペーンとなっておりますので、ぜひですね、コンビニ利用される方は D 払いで決済するのもいいと思います。次はメルカリと D 払いのキャンペーンですね。 毎週金曜日と土曜日のお得なキャンペーンとなっておりまして、今週は5月の8日と5月の9日にはなるんですけども、もしメルカリで D バレで決済をしたら7%分の還元を受けることができて、で、条件をクリアすることによって最大で10%分の還元も受けることができます。で、期間は結構6月の30日まで毎週の金曜日と土曜日開催されるということになっておりますので、もしですね、メルカリ利用される方は D バレで決済するのもいいのかなと思います。次に D ポイント のキャンンペーンなんですけども主に2つございますまず1つ目はスカイラックグループのキャンペーンですね。これは平日であれば D ポイントが2倍。で、土日祝日であれば D ポイントが期間は5月の6日までとなっておりますので、今週で最後となるので、もしですね、ちょっとスカイラックグループ、まあ、ガストとかであれば最近テイクアウトとかもよくやってるので、その時のタイミングで D ポイントカードを提示するのも全然ありかなと思います。 次は D ポイントとすみっこ暮らしのキャンペーンですね。このキャンペーンなんですけども、お会計の時に D ポイントカードを提示する、もしくは支払い方法を D バレで決済する。で、その時の条件が1回あたり税抜き600円以上のお買い物であれば、このキャンペーンに参加することっていうのができます。基本的にこのキャンペーンに関しましては抽選となるんですけども、D ポイント1万ポイントが当たったりですとか、すみっこ暮らし限定のグッズがもらえたりもできます。で、期間は最大で7月まで開催がされています。 てるんですけども、1期目が5月31日までとなってますのでもしですねお会計の時にあ、税抜き600円以上いくなっていう時は D ポイントカードを提示するすできるところであれば提示したりですとかもしくは D バレで掲載するのも全然ありかなと思いますそして D ポイントに関連しまして以前ですねちょっと動画にもさせていただきましたけども今週からなんですが D ポイントスーパー還元プログラムなんですけども5月の9日まではこれまで通りの運用なんですけども5月の10日よりサービス大きく変わりまして条件が大幅に変更となります もし普段からですね、D 払いなどを利用されている方は、ここの D ポイントスーパー還元プログラムの条件などをチェックするのもいいのかなと思います。以上が D ポイントについてでした。次は楽天ペイですね。楽天ペイでは主に一つキャンペーンがございます。エナジードリンクのライジンを楽天ペイで決済して50ポイント。そして楽天パシャでそのレシートを送ったら楽天ポイントが100ポイントもらえるというようなキャンペーンが開催中でございます。 これは期間は5月の13日までとなっておりますので、まあ、エナジードリンクかつ楽天ポイント貯めたいという方はこのキャンペーン参加してみるのもいいと思います。あとは楽天ポイントのキャンペーンなんですけども、こちらですね、楽天ポイントが抽選で当たるということなんですが、吉野家で楽天ポイントカードを提示してお会計をしたら牛丼並盛り1杯分相当の楽天ポイントがもらえるということですので、まあ、この期間はですねかなりテイクアウトを利用される方も多いと思うので、その時に楽天ポイントカードを提示して5月の14日まで可能となってますので、 ぜひチェックしてみてみください次は a u p ですね。a u p では主に2つございます。a u p の生活応援企画ということで、a u p コード支払いでどこでもポイント2倍ということですね。まあ2倍ということなんですが、まあ通常だと200円で1ポイントの a u p の関係を受けることができるんですけども、この期間中であれば、 200円で2ポイントの還元のキャンペーンとなるので、まあ実質1%還元ということですね。なので、まあもしですね、いろんなお店で AUP のポイントを貯めたいなっていう方に関しては、このキャンペーンに乗って AUP での支払いもいいかなと思います。そしてこちらも関連して、ローソンならポイント8倍ということになるので、もしですね、こちらも AUP のポイント貯めたい方に関しては、ローソンでの決済も全然ありだなと思います。で、期間は特に終了日程というのは決まってないので、まあまあ、いつ終わるのかっていうのはちょっとハラハラするところではあるんですけども、まあぜひですね、もう使えるうちは うまくく使ってみてみださい次に LINEPay なんですけども LINEPay では大きなキャンペーンというのは開催されてないんですけどももともとマイカラーというようなサービスがあったんですけどもこれが5月の1日から大きく変わりまして l i n e ポイントクラブというようなサービスが新たにスタートしましたこれ以前ですねちょっと動画にもさせていただきましたけども まあ、ラインポイントクラブに関しての詳細は一旦省くんですけども、主に僕がピックアップしたのは、この特典ですね。特典クーポン獲得ということなんですけども、4つのランクがございまして、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナとありまして、1枚、3枚、6枚、10枚のクーポンがそれぞれもらうことができます。で僕の場合は、このシルバーというようなランクだったので、3枚のクーポンをもらうことができます。で、いろいろある中で3枚選びまして、ここからファインとマツキオと、あとミスターマックスのクーポンですね。 ゲットすることができました。これ本当に特にもう l i n e イ使ってない僕でさえもまあシルバープラス、あとはですね、本当に使ってないレギュラーの方でも最低1枚もらうことができるので、まあぜひですね、このタイミングでまずクーポンゲットしてみて l i n e p e を体験してみるのもいいんじゃないかなと思います。あとはカード関連のキャンペーンでですね、主に2つピックアップしております。まず1つ目は JCB カードのキャンペーンですね、20%還元キャッシュバック上限金額が5000円ということなんですけども、これ新規入会限定の方となっております。 このカードを作成された後に、このクレジットカードで決済ではなくて、ご自身のスマートフォンの iPhone であれば Apple Pay であったりとか、Android であれば Google Pay での決済をして、そしたらこの還元を受けることができるということですので、 まあちょっと期間は5月31日までまだもう少しあるんですけども、もしちょっと作られるのを検討されている方はチェックしてみてください。そしてもう一つ MFG 系のクレジットカードのキャンペーンですね。まあ、例えばで言うと、ビアソカードとか年会費無料なので、まあ、そういったクレジットカードなどが対象とはなるんですけども、20%還元フェスということですね。上限は1万円までとなっておりまして、期間は6月の30日までとなってますので、まあ、ちょっとこの中ではかなりまあ上限金額も1万円までとお得なカードとなってますので、まぜ、あ、ひですね、まだ作らさ 作成さされてててないい方はこちらもチェックしてみてください最後に2点だけまとめさせていただきました赤くなってるとこに関しては今週で終了するキャンペーンとなります D ポイントとスカイラークのキャンペーンですね他に関してはまだもう少し続くという感じの印象ではございますでですね以前僕前回の動画の時にスマホ決済の通常時還元率を徹底比較ということでまあ本当にまあこれまでも何度も何度もお伝えしてるんですけどもスマホ決済のキャンペーンっていうのは大きくもう本当になくなりつつはあるのでまあね 本当に予想されていたことではあるんですけども今後もしスマホ決済長く使われる方は通常の還元率などをチェックしてみるのもいいかなと思います一応概要欄にリンク貼っておきますのでそちらもぜひ見てくださいまあそんなこんなで今回は今週1週間で開催されるスマホ決済のキャンペーンについてまとめさせていただきました5月4日から5月10日ということですねまあ僕の今週のスマホ決済のキャンペーン使い方としましたら コンビニは D バレンの5%のキャン還元のキャンペーンを使おうかなと思います。で、他に関しては D バレン生活応援キャンペーンの10%還元とかですかね。で、少し前にもちょっと動画にさせていただいたんですけども、僕の手元に LINE Pay Visa クレジットカードが届いたので、普通にクレジットカードが使えるところであれば、1年間だけは3%還元なので、まあこれはですね、本当にうまく使っていこうかなと思っております。で、それと含めて、 ま、先ほどの LINE ポイントクラブが新たに始まって、それに含めてですね、チャージペイなどの、ま、そういったちょっとしたサービスが変わってきて、LINE ペイの普通の決済の還元率が僕1.5%還元だったので、ま、それはそれで全然 LINE ペイ自体を重宝していくのも、今年1年間はいいのかなと思いました。 まあそれもまた改めてですね。まあちょっと動画にするかちょっとまだわかんないんですけども、まあタイミングがあればまた動画にしようかなと思っております。今回お伝えした公式のキャンペーンのリンクなどに関しましては下の概要欄には貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からですね、まあゴールデンウィーク期間中でもあるんですけども、お仕事の方は頑張ってお休みされる方はしっかりと休んで、また今週1週間も楽しんでいきましょうということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあここ最近ですね、本当に外出自粛期間中ということで、まあ、それに関連するキャンペーンということなんですけども、今、出前感がかなりもう力を入れているような印象ではございまして、まあ、その中でも今こちらに出ている、まあ、大体スカイラックグループのお店にはなるんですけども、ガストバーミヤンジョナサンとかですね、エントリーをした後に1500円以上の注文をすることによって、T ポイントが50%のポイントバックのキャンペーンというのが5月の7日まで開催がされています。まあ、僕自身はですねこのガストとかが 近くにないのでこのキャンペーン参加することはできないんですけどももしこういったお店が近くにある方は出前館利用してみるのもいいのかなと思いますそしてそれも含めてですねこれも結構前からもうニュースとかで見られてる方多いのかなと思うんですけどもこれも出前館なんですが 大阪府であったりとか、福岡市、千葉市、奈良市であったりとか、まあこういったところで500ポイントのプレゼントキャンペーンというのはやっております。まあこれキャッシュレス決済っていうのはまあ条件ではあるんですけども、期間中何度でも使えるっていうのが結構魅力的ではございます。で大阪に、大阪府に関しては5月の6日まで、で、福岡市に関しても5月の6日まで、千葉市に関しては5月の17まで、で、奈良市に関しては5月31日までとなっておりますので、まあなかなかね、まあ対象の地域にはなってない方にはあまり関係のない話す。 なしかももれないんですけどもちょっと外に出るのはうんっていう方はですね、こういったデマイカのキャンペーンもうまく使ってみるのもいいと思います。こちらも一応リンク貼っておきますのでチェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。